トウモロコシ。毎年アメリカで2億7000万トン生産されるトウモロコシは、地球で最も重要な作物と言ってもいいでしょう。トウモロコシといえばポップコーンやピルグリムを想像しますが、もっと奥の深い食物なのです。トウモロコシは様々な目的に使われます。例えばデントコーンとフリントコーンは家畜の餌や工業製品に使われます。トウモロコシはエタノールの製造にも使われます。とても適応性のある穀物で、動物、人間の食料、そして将来的には自動車にとっては燃料になるかもしれません。カイネは外的要因、例えば天気やエタノールの生産量などによって変動します。アセットと取引における活用法についてより詳しく知りたい方は、スーパートレーダー TV.com の生放送番組をご覧ください。